ながらこの数試合臨んでます。うわーすごい。新年生調整の日々はどんな気持ちだったんですか？いやー朝早いし酒飲まれへんし、もう本当につらい過酷のような日々を送ってました。チーム自体は、まあ、あまり変わってないんですけど、休みの日に遊ぶ先輩がまた一人増えました。ならば、次の休みはどこに連れてって、あるいは何を食べさせてもらいたいですか？そうですね、二人で映画何を。その辺は、皆さんのご想像です。では、皆さん、頭の中がクエスチョンマークになったところで、それではこのステージ、恒例のこちらの方をお呼びいたしましょう。皆さん、ありがとうございました。こちらの人にありません。こちらだよ。おー、石川、いつもありがとう。¡Gracias!